さあ、座るはダーブラさん。はい。キャラクターは？アテナ、アンヘル。あ、いや、さっきのキムのって一応なんかガーフみたいになることあるんだよね、確か。あ、まあ、なんかあんまちゃんと言われる、よく理解してないんですけど。そんなにないんじゃないかな。なんかどっちに入れてもみたいな時があるって聞いたんだけど、もうなんかちゃんとよく分かってないよね、多分ね。だから正面でガードしてたけど、もう軸によってもう後ろに入れなきゃいけないから、う、ね、うん、もう振り向けないタイミングとかは多分あるんじゃない。多分あるんですよね。で、ダーブラさん、キャラはアンヘル、バネ、アテナ。うまい。あ、しっかり裏キャンからコンボ入れていく。さあ、うまく球を避けつつですが、これ引っかかってしまう。さあ、台の流域は早いですね。そうですね、相変わらずというか玉チャイの性能はそんな悪くないですね。そうですね。あ、裏キャンしてしゃがんだところに中段から投げ、あとワンポイントとしてはアンヘルのガーキャン吹っ飛ばしがガード不能なんですよね。そうですね、ガーフです、これ。さあ、いい勝負。うわっ、あ、詳しい。さあ、耐えきる。おお、さあ、まずはダーブラ、そしてアンヘル対ウィップ。これはおそらく普通の立ち回りで言えば、あっ、あっ、ウィップ。ああ、なるほど。でも投げでいい判断ですね。上に行かなかった。はっ、ブーメラン暴れていく。さあ、端から脱出したのはでかいが、ここで決めておきたいが、あー、どうなるの。はあ、今危なかった。ちょっと苦情が入るさあ、しかし奪った体力は十分。あー、ここは削る。さあ、フックショットで体力を削り、ウィップが一面を取り留める。さあ、これ一つも久しぶりに見たな、このキャラ。このキャラ、恐ろしいキャラですからね、無事だと。無事のこのキャラは強かったですね。さあ、ヤグオも一生懸命小足と台足を巻いて遠心に引っかからないように立ち回るが、上からかぶる、ブトバ、これが強い。ガーキャンド仕返し、おお、うまいな。水泳とジャンエーが噛み合い、バネッサが取る。で、大将はキムカファン。さあ、これまた聖戦の一つです。そうですね。あっ、これはもう危ない。一発刺さったら死んでしまう。あー、うまいですね。ダッシュ。さあ、ちょっとダーブラ乗っている。これは動きがいい。さあ、ヤゴなんとか切り返しを図りたいところだが、よく見ている。嬉しいなー、バネッサつ、うまいですね、すごいですね、はい、しっかりしてる。我らが初期殿。何やつ、何さあ、食さんがキャラはビリー、キム、アンヘル。いいキャラ構成ですね。で、初手はアンヘルの同キャラ。これはどうでしょうかね、一発刺さった方が終わりみたいな。おそらく初期さんはもう一発刺しても終わらせることができないんじゃないのかっていう。さあ、初期殿の、でもしかしやはり老害だけのことはあって、立ち回りはしっかりしてる。ヤチさんがうまい、うまい。さあ、影響はできなくても立ち回りはできる。確かに、ヤチさんがそろそろ五目チャーハン食べたいと叫ぶ。はヤチさん、すぐお腹すいちゃうから。お腹すいて麦と、さっきうどん食べたばっかじゃねえか。チーム戦やってんのにやべえな。さっき柏、試合中に言ってくるヤチのスタイル。さっき柏店舞茸トッピングぶっかけうどん大を食べてたような記憶があるんですけど、俺と全く同じ内容だった気がする。確かに。さあ、初期の
初見はでもアンヘル初手って珍しいですよね。昔は大将だったはず。あーなるほど、ちょっと自信がないのかな。やっぱり永久に自信がないので後ろは任せられないと。後ろにだって簡単なキャラがいますもんね。確かに後ろにキムカファンが控えてる。やべえな。そしてどうぞのアンヘルが煮立て、そしてここで出てくるアサミアテラン。あ、うまい。どのこんなに無印できてんの、ちゃんとすごいね。まあでも、まあ言うても初期だからね。無印が来た時は業務として対戦はしてますから。なるほどなるほど。ということはこれはビジネスで得た立ち回りということですね。そうですね。でも初期さんもやっぱり今この無印勢が増えてくれたおかげで、最初は全然やっぱりもう動けてなかったみたいですけど。さあ連艦隊が強い。うまいな。さあここはしかしダーブラさんが守りきり、アンヘルを下す。ゲージ差はまあまあだけれども、あっと暴れから中段打ちを入れ込んでいる。さあこのリードした時の初期は厄介。うまい。おそらく暴発のジャンプ A にしっかりと。さあここはヒーリングして体力増えるね。増えるねびっくりした今。あうまい。初期さんサイコボール避けるのうまいな。さあゴミ掃除をしていく。中段打ちが刺さり、あーっとしかしここは苦しいか。大足に下 A を刺していく。勝ったのは初期。さあついにとんかつくんも出陣して、隣に腹ペコのヤチが座りマイクを持ち何を語る。もう早くチャーハン食べに行きたい。もう早くとんかつさんに負けてもらいたい。なんてこと言うんだあいつと。さすがのとんかつやばい。先ほど10試合ぐらいとんかつさんとの試合やったんですけど、やっぱりお互いやってないと強いキャラが勝つんですよ、はい、なるほど。マチュアとか繊細すぎてとんかつさんもう大切な距離感をまだ思い出せていなかったように感じますが、しかも僕一回見た時、はい、初のコンボ UM コンボやってませんでした。やってましたね。あれスパイキャンできないですよね。できない。しかし往年の立ち回りでカバーできるのかとんかつ。ないないないと。もうさっきからこれ5回目ぐらいのないないない。さあ約15年一緒に戦ってきた白井の今井。あれ龍炎部遅い。そんなことない。あちょっとそこら辺俺全く分かんない。バキャンうまい。さあ初期ここは静かに狙っていくが投げる。さあ初期のビリーカーン。さあこれはなかなか捉えるのが難しいような組み合わせ。さあゲージ使ってでも逃げたい。やはり大将がキムカファンなのでそこまでゲージを気にせずに立ち回りができる。下挑戦の強弱をつけていく。ガキャンして、さあジャンプ攻撃早すぎて当たらない。何を確認したんだ。出ちゃったと。これもうチャーハンリーチっすねとんかつさん。負けたら何チャーハンおごり。厳しい。いやおごりは
その予定じゃなかったけど、いただきました、それ。いただきましたね。とんかつ負けられない。中段、あ、だいぶ、今、あれで繋がるんですね。今回のエボにはでかい。さあ、大将戦。やはりこう実力者同士なんで、はいはい、おもろしだったりいろいろありましたが、なんだかんだいい試合に、そうですね、もう収束していく。これで使わない、まだ使わない、安いガーキャンできないと死んじゃいますからね。ガーキャンできない、一ゲージ。俺のチャーハンは、俺のチャーハンうるせえな。キムガハン2ゲージあるのでどこからでもまだ勝てる。さあジャーシー早い、追いかけるがキャンセルまでいかない。これはガーキャンよく出さなかった。モーラスふざけた賞金も避ける。あーあーいったー。さあチャピ対トンカツ、さあもうすぐバレンタインということで、はい、賞金殿、はい、何ですか急にぶっ込んできましたけどはいはい。さあこの一戦、まあ、チャピがですね、チャピ相当今もやり込んで、はい、このゲーム相当、私あの月1回もベガス行かないんですけど、はい、100% いるんですよ。なるほど、相当のやり込みをやり込んでいるからこそこの戦ったことのないバイス、あー確かに重い。なんか M が大体のやつはチャピにやられんじゃないかっていうぐらい言ってるぐらい強いです。しかしここはトンカツ、しかもあの僕ロバート選んだじゃないですか、はい、M が後ろでなんでロバートって正直しかも僕負けたから気まずくてもう M の方が見れない。うわしかし金字で止まる、うまっ。さあチャッピーがちょっと追い詰められた状態、さあガードを固めてまずはガキャン、いやーここは空対空、シャムしてから浮き、まずは離れてフットをして当たる。さあここでチャッピーを落とすとかなりきついことになるが、ここは必勝客、とんかつも UM の癖で NC を多用してしまう。なるほど、 NC はこのゲームではそんな振るわないのかな、確かあんま見ないですね、遅いので。ああなるほどなるほど。さあちょっとここは前提をとがめきれず、走って走って、まあ、ちょい戦はまあ調整が非常に難しいですからね。乗っかっていく、出れない。さあなんとか脱出したか、あめくって、うわあ、いやここはちょっと、お、忍び鉢を出したと、ゲージ食べようと思って忍び鉢を出したと、なるほどなるほど、そんなにフォローをどんだけ守るもんがあるんだ。さあチャピがアンヘル大将、上を取って戻ってくる。うわつながっておまけつき、今思い出したんですけどチャッピといえば、そういえばアンヘルが、なるほど、あの持ちキャラの中でも確か一段抜けて強かった、ここは H を取ってガーキャン端一発刺さればまあ終わりなんでね、おそらく永久にまあ自信があるんでしょうね。もうガーキャンをしっかり使ってきますね。うまい、しっかりしている。ここは渾身のコンボが刺さって危ない、まだわからない、ここはガキャン危ない、そうガキャンがガードできない、うわー、ここはトンカツ、これは M ダッシュ苦笑い。とりあえずこの一戦終わったら次枠取ります。はい、さあ M ダッシュチーム大将 M ダッシュ、
あ、キムクーラチョイ。まあ、M がもうビリを抜いてるっていうことはもう確かにそういうことですよね。でも M ダッシュ、前回、まあ、幻の第0回、はい、第0回、はい、かなりいろんなキャラ使いましたけど、なるほど、今回取り合ったじゃないですか、シーマイビーさんと。あ、はいはい。で、意図的にこうバーサス勢っぽいのをこう取ってくれてるんですよ、チームで。なるほどなるほど。っていうのもあっての大将なんで、もう大将の自覚を持って最強キャラをしっかり選ぶと。そして勝つ。これが多分なんだろう、今の王道の最強チームと言われるチームじゃないですかね。これに多分ちょっと変わるとしたら、アンヘルがどっかで入ってくるみたいな構成でしょうか。ウィップはもういないんですか。ウィップはどうなんだろう。ウィップバネッサとかは多分あれ、それ食い込むのかな、どうなんだろう。バネッサとクーラーはなんか直対ウィップがまだ有利だった。あ、なるほど、へえ、そういうのもあるんですね。うわっと、ちょっと危なかった。消却当てて、さあここはまだ M が粘る。中段狙いに行く。一発砲却で決まるか。決まる。これは強い。確かにこれチャーハンリーチじゃん、トンカツさん。チャーハンリーチ中段、こんなこともできる。何でもできる。キムカファン、ジャンプ C からジャンプ C。 苦しい。なんだこれ、吹っ飛ばしも全部当たる。しのげるか、しのげない。なんだこれ。さあ続いていきます。はい、さあ 1P M ダッシュに対するは 2PS。さあ現役勢の1人ですね。さあ残るは 1P M ダッシュ1人で、 2P がこのエースさんと C マイビーを残すのみ、なるほど。やばい、チャーハンがチャーハンだいぶ温まってるんだけどで、キャラは、そうですね、この A さんは現役勢の中でもかなり珍しいこのイオリ使ってますね。おー、ヤガミちょっとキャップさんっぽい組み合わせチームですよね。こんなチームじゃなかったっけ、キャップさん。そうですね、確かに。さあここは勝つか。クーラがリードしてますね、はい、あ、マジか。さあ弱攻撃牽制し合って、どっちがまあ先にじれてというか動きを見せるか。さあこれはもうこの状況は M が行かなきゃいけない時間でしょうですね。突っ込んでくる。何か通る。あ、レッピーに無敵がある。うーん、追い切れず。さあ結局リードを守る、はい、この年のイオリはまあ なんていう、どんな感じなんだろう。弱くはないんじゃないですかね。弱くはないですよね。だってキャプさんがほぼ本キャラで使ったようなもんじゃなかったっけ。だからまあポテンシャルは低くないでしょう、おそらく。あっ、あっと、これはでかい。あ、無慈悲なダメージ表。いや、しかも今のはちょっと読み切った感じですね、闇払い。確かに現在 M のキムが五盾中。やばい、五盾のうち三盾俺じゃねえか頑張ってキム倒してくださいとりあえずキムを倒そう。ちょっと待って、当てて、待っている。愛の知ってんだよな。うまい、あ、うまい。しっかり対策がしている。お、ここは強気に打っていくわ。しっかりだが出なくてよかったとも言える。さあゼロドット。さあこのゼロドット嫌ですね。そうですね、ま、ここうまく詰めてきた。はい、コミュニティ参加もありがとうございます。ということでここで
M が中堅クーラー、ゲージないとはいえやはりうますぎるだろう、守りが硬いクーラー、そこをどう崩していけるか、しゃがみし使いどころが絶妙。さあこれはもうちょいはいかなきゃいけないが、でかい一発、1ゲージ減りますね。しかしまだリードは M、 当たる。徐々にエースが押してきているが残り体力が少ない。さあジレジレしてますね、ガキャン、うわー嵐に行く、うわー、あーそこ当たらない。しかし追いつかない、追いつかない、 M 強い。まあ、基本的に A 落ち配置とも言われる、ボックス配置でいう B の位置が A に当たるんですよね。そうですね。で、シーマイ B さんの対象じゃねえや、対象がシーマイ B さんで、キャラは韓国チームですね。さあこの対決、なんとこの後この両者10先を控えております。なるほど、これ結構その絵に響きかねない一戦でしょう、ね、そして対象同士、あこれは本当チャンはどのタイトルもといったところですが、はい、もう先方でゲージのないまま端に追い詰められると、やはりさすがのキムカファンでも、そうですね、危ない。 UM がパワー不足な分無地のチャンってすごい強く感じる。あ確かにちょっとそうですね、画面も狭い分、そしてあと火力がやはりマイルドになっているのと、あと、はい、防御力もやはり低いですね。あなるほどなるほど、それでかいですね。うわ当たる、2ヒット。さあこれがシーマイビー、あれだけ猛威を振るっていたキムカファンを一周、さあチャンで3立てしてさあチャン立てあるのか、あここは潰せない、あーフルコンすぎる、痛い痛いすぐさま取り返していくのはエムラッシュ、今の痛いな。キムカファン、さあ状況が一変する、このゲージ差、さあシマイビガもやはりこの1ゲージは払えない。あとディレイ半月弾を置いて暴れというか相手の行動を封じましたね今。そうですね、あい思い切ったことしないと、はい、ね、M には勝てないと踏んだのですか、ですかでしょう、でしょう、はい、疑問形になっちゃった、あれ得意技。さあ M が冷たい立ち回り、あーと押し返す、あー C ボタン押している、下がって、うわーとヒット確認から勝利。バイバイ。 M はねああいう結構ピンポイントで擦ってきたりするから、あの冷たい立ち回りの中発動している。さあここは危ないと踏んでバキャンで切り返す、さあ襲ってくる、しかし着実にダメージは奪っているのは CYB の方か、引っ掛けて、さあガメアジ付近とがめきれない、あっ、あ C が当たらない、このゲームそういえば。さあここはちょっと M のミスの隙に一発、あーっと出してくる、出してくる、さあギャラリーもあると、これはありますね。ジョボンゲドキャラ、ゲージは2ゲージずつだが若干 M がリード、表タイミング外して、さあもうどうなるか分からない、あこれは分かんないな、やばい、ガキャンスを、いや危ない、あガキャンして、お互いゲージがゼロ、 C マイ B、 あー逃げる、あーっと危ない方、やばい今熱すぎる、くぐったー、これは C マイ B 勝利、 C マイ B、 あれさ
途中さ、視聴客で交差したときさ、はい、M 君がさ、立ち合いに砲脚仕込んでる手が見えたんだよ。なるほど。あれもったいなかったな。先生。いけないかもね。いやー、いい勝負でしたけど。いい勝負です。はい、CMF さんのチームリーダーとして一言お願いします。いや、皆さんの本当チーム力のおかげだと思います。みんながもう一人二人倒してくれたんで、最後も僕も一人で倒して終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは一旦締めたいと思います。第1回KOF2002無印紅白戦、これで終わりたいと思います。皆さんもお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。